落ち船は私の地元なんですけど、どんなものがあるのか全然わからないので、いろいろ興味があります。キリスト教と同じようにイスラム教も神を信じることに対して閉鎖的な空間だというふうに感じていたんです、すごく曲線的なモスクの内装だったり、すごい暖色な明かり照明があって、キリスト教や仏教のように像と信じるその神様をかたどったものっていうのがないからこそ、他の宗教を信じる人とか特定した宗教を信じてこなかった人でもすごく入り込みやすい空間だなと思いました。